皆さんこんにちは、報徳学院学習部の室俊です。今回は沼津にあります東洋高校さんの第2回留学説明会、このお知らせをします。東洋高校さんにはコースに入っている全員が留学する、そういうコースが2つあります。この2つのコース、とても人気があります。そのコースでの留学についての説明会が、開催されます。日時は令和6年10月26日の土曜日です。時間は13時から15時、12時30分から受付の開始だそうです。会場は沼津駅北口にありますプラザベルディのコンベンションホールの B。 対象の方は小学生以上とその保護者となっています。では人気のある2つのコースも紹介しておきます。1つ目は国際進学コース。こちらは2年次の9月から11月、約3ヶ月の留学をします。留学先はオーストラリアです。2つ目は留学進学コース。こちらでは1年次の1月から2年次の12月まで1年間の留学をするコースです。留学先はカナダです。この1年間の留学のコース、一般的な高校で扱っている留学、こちらとちょっと違っている点があります。それは帰国する日時ですね。一般的な高校で多いのは帰国するのが3年次の夏休み前、こういうのが多いんですよ。でも夏休み前というと3年ですから、大学受験までのこの期間って短いですよ。ですから受験準備ってなかなかこう難しいんですね。勉強する期間が短くて。でもこちらの留学進学コース、帰ってくるのは2年生の12月ですから、大学受験まで約1年ちょっとあります。つまり大学受験の準備が十分できる期間、これが取ってあるんですね。この部分が東洋高校さんの留学の特徴だ、私はこういうふうに考えています。この説明会では費用がどのくらいかかるのか、現地のサポートはどうなっているのか、安全面はなど、皆さんが聞きたいいろいろなことを答えてくれると思います。お子さんに留学、このことを考えているんだったら、ぜひ参加してみてはどうでしょうか。今回は沼津にあります東洋高校さんの第2回留学説明会、このお知らせをしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。